今日は、えっと、鈴木喜一の小説講座で、まあ、プロになれるタイプの人っていうのは、まあ、メールに気を使っているよねっていうそんな話の続きで、えーえっと、プロになれ,るひなれるタイプの人っていうのはメールで身の回りのことを一言書き添えるのがうまいよねっていうか身辺借金大事だよねっていう、まあ、そんな話をしていきましょう。 この番組は小説家鈴木喜一郎が小説講座で感じたことを読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオまああの うちはもうリモート講座なので動画のやり取りまあ動画配信もそうなんだけど基本メールでのやり取りがほとんどですでまあメールでやり取りをしていてそのプロになれるタイプの人っていうのはまあさすがにさこれだけそのプロでデビューする人が多かったらその 僕の教える力うんぬんではなくプロになるタイプの人っていうのは目、まあの当たりにしてるとあこういう人がプロになるんだよねっていうのを、まあ、実家としては分かるのでそんな話で、まあ、その中のねえっとまあメールでメールのやりとりでね結構分かるっていうことがあるでまあその中の話そういったその プロになる人はメールのやりとりで分かるよっていうような話でおとといだったかなえとうん人のメールを読むちゃんと読めるかどうかって話をしえそれからとメールで自己紹介ちゃんとできるかって話もしたと思うんですけど今日はプロになれる人っていうのはメールで身の回りのことを お一言書き添えること身辺雑記が書けるかどうかっていうことがマイ,クのマイクの方向間違えしたなちゃんとあの入ったかなプロになれるタイプの人っていうのはプロになれるタイプの人っていうのは身辺雑記身の前のことをちゃんと書けるかどうか っていうことが一つの大きな目安になるよね。っていうことはある。まあ、そうなのよ。そうなんだよ。あの、こう、時々その、自分の講座の受,受講生との命のやりとりで、 何枚進みました進、進みましたっていうその進行報告だけではなくて、そこにちょっと身の回りのこと、新編作をちょっと書き添える習慣をつけてみましょうやっていうことを時々言います。え要はね、その、うん、イラストレーターの人が、昔はあのイラストレーターさんにはネガ上、 に力を入れてたのよ。なぜかというと、年賀状に。のそのイラストが、それがそのまま作品見本になった。えー、今だとね。ネットでそういったものが、あの簡単にアピールできるようにも見えるんだけど、実際には見に行かないと、そういうの見られないからさ。ああ。今はどうしてるんだろうな。小説家の場合だと。 小説家を目指す人の場合だとメールのやり取りをするときにこう編集者とのメールのやり取りでちょっとしたことを一言書き添えることがそれがあその人の実力につながったりつまりこういう文章を書く人なんだとかっていうことが分かるっていうまあそういうサンプルになることもある。で うちの小説講座の受講生のメールのやり取りの時に、をするときに、あの、現行の進捗状況にちょっと身の前のことを隠されてごらんという話はします。で、これで結構、うん、出力もわかるし、その、うん、出力の違い、力の付き方っていうのはわかるということはあります。 目の前のことを書いてごらんっていうふうに書く習慣つけてごらんっていうふうに言うとその結構な割合でその試作とシーンの区別がついてないってこと結構ありますだからまあその時にはこれシーンになってないからシーンにしてごらんとかその 5w11 ってことをちょっと意識してみましょうや新編先だから今日あったことでいいんだから 今日の天気でもいいし今日の天気でもその今日は暑い日でっていうだけではわかんないよね。今日洗濯物干してたら午前中にパッと乾いちゃいましたとかっていうそれだけでこう空気が乾燥してたり風が爽やかだったりというようなことがわかるよね。そういうことの,の 5w/11 そ,そういうこともってわかるかな。 その今日は暑いっていうのは試作だけど干した洗濯物が午前中に乾いたっていうのはその暑いだけじゃなくて空気も乾燥してるしそのシーンが浮かぶように干したのはあなた自身だからさいつどこでどこでっていうのは洗濯物っていうのを干したということは乾燥機にかけたんではなくて。 洗濯物置き場に干したってことはそこでわかるよね。いつどこで誰があなたが何をしたか洗濯物を干したかでどうなったかっていうとそうすると洗濯物がすぐに乾いた。そのことがただ単にこう、う日差しが強くてだけど乾燥してるよねっていうそういうことがわかる。それが一つのシーンでありエピソード。これが 5W11 なんだけれど この試作つ,つまり頭の中の思いとシーンとの区別がついていないことがまあまあよくあるので,でこういうのってのは割と訓練でなんとかなるんだよね。あのこうそここ 5W11 意識してごらんいつどこで誰がでこれがめんどくさいからやらなくなってくる人もいるしあそういえばそうですねっていうふうに、えー、こう書き続ける人もいるし。 んで、まあ、書き続けていくと、続けると筆力はつくからね。で、どういうふうに筆力がつくかっていうと、身の回りのことを書くことによって、シーンということが書ける。それからあと、小説というのは忘れがちなんだけど、みんな字の文とセリフってよく言うけど、ええー、すごく大事なんだけど、小説の場合はシーンと、 エピ説明って設定,設定事項の説明っていうものがその全部文章という形で、えー、混在しているのでそれがちゃんと、うん、その違いを理解して書き分けるっていうことが重要なんだけれど身の回りのことを書くっていうことはつまりまずシーンっていうこととエピソードっていうことを 書,けるっていう書く訓練をつけるということでもあるんだ。で「書くネタがないです」とかっていう人って結構いるんだけど特別なことを書けということは何も言ってないし身辺書きなんてことは特別,な話特別なことじゃない。何もない日常っていうのをちゃんと書くっていうことが結構大事。なぜかというと何もない日常があ書けなければ。 小説というのは登場人物にとっての非日常を描くものなので何もない日常が描けなければ小説の中の非日常が描けないからねということはあります。まあそういうことはさておいてもうプロになる人プロになった人例外なく言えるのはみんな筆まめだということなので まあ面倒くさいからこういうあのどうでもいいようなこうし身の前のことって書くの面倒くせえやと思う人はでだんだん面倒くさくなってくるっていう人はまあ難しくなるしあこれやっぱ書くの面白いよねっていう人はプロになってデビューしていくしっていうことはあります。まあ一つの大きな目安 あなたが成長するかどうか生徒が成長しているかどうかというの目安にはなるよなっていうことはありますこの番組では皆さ様からのお便りを募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています リモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩症や横溝精子症オーリオムの新人症など十五年間で二十一人という圧倒的プロデビュープロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube、ラジオトーク、アップルポッドキャストスポーティファイ、アマゾンミュージックなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは